やっほー、1時間20分経ったんか。あささん、フォーユーさん、ありがとう、マシュマロ。ほんと3枠目だって感じ。私も3枠目ですって感じ。一旦もうお家に帰ってきました。みゃんこ先生、ハートありがとう。19時から配信なんですけど、コバさん、フォーユーさん、ハートありがとう。一旦お家に帰ってきました。ねえ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 、今さ、フリマラおバカさん、コバさん、トトラさん、フォーユー、モビさん、コバさん、マーさん、ありがとう。コバさん、フォーユーさん、ねえ、私も楽しみ。村上さん、ピカピカ、ありがとう。そう、帰ってきて配信をしていますバヤキーさん、村上さん、ピカピカ、ヤマさん、マスノレさん、ピカピカ、フッキーさんもありがとう。聞いてや、あのいろいろと、あの何、いろいろと届きました。そう、しもっちゃん偉い、ありがとう。ロベールさんも、山さん、ありがとうございます。そう、なんか本当になんか会議室とかお借りして配信したいなと思ったけど、それもねちょっと難しそうだったので、私ちょっと帰ってきました。あの、はあ、あの皆さんのショールームの特典が、ショールームの特典が来ました。そう、福ちゃんハート、バリーさんお疲れ、ありがとう。お疲れ様、みんな。ギフトカードがたくさん届きすぎて、もうどれがどれだか、ミキヤ君ピカピカありがとう。本当にありがとう、みんなのおかげでね。でも一番嬉しかったのはヨギボー、ピカピカ、ミキヤ君ありがとう。ヨギボー、ヨギボーが届いて、ヨギボーの、ヨギボーなんて特典であったっけ。割とヨギボーが一番、ヨギボーがめっちゃ嬉しくて、ヨギボーがね一番嬉しかったです。マジボー、マジボー、いっぱいちょっと届いた。たくちゃんありがとう、ピカピカ。何の特典だったんだろう。スイーツ、あのモテクイーンのスイーツのやつとか、百貨店のギフトカードも届いたね。ユギボー楽しみに。お取り寄せスイーツもだし、あとはいっぱいタックとかも、パックかな。 あとクッキー、チャックさんありがとう、秋鉄さん、そう、こういうさん選べるよ、義母。そうそう、選べる券、ゴミゴミ、かわいい、ありがとう。サンソンさん、ハートありがとう。みんながご褒美を受け取るべき。福ちゃんち、くにちゃんありがとう。プムさん、ピカピカありがとう。プムさんありがとう、応援してるの。なんかクッキーが届
届いたみたい。開けてみようかな。え、こういうこういうのに入ってるクッキーは初めて私。嬉しい。5月29日までだって。あとはチョコレートも届きました。ミキヤくんありがとう。クッキーございます。あとはなんかプレゼントかな。うん、箱からして別格。エサさん偉い。リノルピーさんハート、ありがとう。二重構造お手紙ありがとうございます。おエサさん偉い。ゴミゴミピカピカパカパロックさんありがとうです。嬉しい、お手紙嬉しいな。ありがとう、お手紙読みます。リノロフィーさん、うん、プレゼントセンスすごい。マサさん、イカタマさんありがとう。バロックさんありがとう。粋な計らいがすぎるし、お手紙読まさせていただきますね。嬉しい、ありがとう。封筒かわいい、大事にするね。すごい前髪がカチカチ今で、私はあと15分で配信を終わるんですけど、ね、嬉しいわ。カバンをまとめようと思って、一つに、ちっちゃい一つに。19時からね配信なんです。そう、今からお役目。そうなの。でも本当はね現場にいたんだけど、1時間ぐらい待ち時間あるから、1時間半ぐらい待ち時間あって、ちょっと帰ってきた。ジャガさんピカピカありがとう。ネギ塩牛タンさんありがとう。そう、そうなの。ねえ、私本当に肌がめっちゃ乾燥する。びっくりするくらい。マサさんありがとう。ね、時間の使い方大事。
何の薬？何の話だ。今ちょっとメイク足す。そう、肌のお薬で、そう、乾燥気味、そう、そう、今思い出した、何のお薬だって思ってたら、そう、それでね、乾燥してるの、そうなの。でも多分飲み続けた方が良さそう。肘そうね、先生に相談するしかない。でもね、いい感じに治りよるけさ、悩みとかは。だからいいと思う。フリマルおばかさん、サンソンさん、コバさん、ネギ塩牛丼さん、ミキオくんありがとう、コビタさん、ピカピカ、マサさん、コバさん、ネギ塩牛丼さん、ありがとう。配信できてよかった。夜も帰るの遅くなりそうだから、できる限り配信をしたかったの。明日も朝早そうやから。レモンの唐揚げ食べたい。レモンの唐揚げはやばいか。レモンかけた唐揚げが食べたい。レモンの唐揚げってやばくない？あ、でもね、私ね、上着着てるからね、多分大丈夫だよ。ありがとう、心配してくれて。レモンの唐揚げ、レモンはやばいね。山さん、ありがとう。レモンかけた唐揚げ。レモンの唐揚げってどんな感じなんだろうね。酸っぱそう。そりゃそう。そりゃそう。充電。高市さん、ありがとう。失敗は絶対する。Pさん、ピカピカ。ムービングさん、ハート、ありがとう。そうだよね、電車の冷房寒くて絶望。インフンなる。平成ティングさん、お疲れ、ありがとう。意識高すぎる食べ物だよね。え、居酒屋の唐揚げ絶対美味しい。小人さん、ピカピカ。ミキヤくん、ハート、ありがとう。今日3度目の489日連続配信。え、ていうかさ、もう外来がさ、あと10分で終わるね。
そう、さっきも3時40分ぐらいからしたんだよ実は。今乳液でさ保湿してみた。実はね、実はめっちゃ配信 してるの今日。イベントかってぐらい小刻み。カーツ大佐ありがとう。明日はそう恋ラジ、お便り待ってます。ここら辺が特に方法が乾燥する。9時からあれです。ハーツ大佐ハートありがとう。9時から STU チャンネルなので皆さんぜひともお楽しみに。え？天才。え？待って、このプレゼントさいっぱいもらってたんだけどさ、ボルト音鳴る？なんで鳴るんだろう。めっちゃ嬉しい。うまー、すごーい、ゴミゴミうまありがとう。好きでね、すごいかわいいね。やばい、もうあと5分だ。いい T シャツくれるじゃん。え、これって何？え？めっちゃ面白いんだけど。とにかく ありがとうございます。やばい、超嬉しい。見えない、超嬉しい。直人さんありがとう。誰が書いてくれたんだ。あの人だよね、いつもうまいんだよねこの人。嬉しい。隼人さんピカピカありがとう。とにかくちょっと喜びのあまり遅刻してしまいそうなので、じゃあ今から一旦お役目に向かいたいと思います。ねえ、うわ元気出る。うわ頑張るわ、頑張る、元気出るわ。うん、頑張りたいと思います。うわありがたいね、こんな風にやっていただいて。そしてバイキングライズの方もちょっと
とみんなに本当お礼を申し上げたい。ちょっとお礼できるのまで待っててください。かわいい、嬉しい。じゃあ19時から ST48 チャンネルで会いましょう。じゃあまたね。ハンターさんありがとう、キュッキー。じゃあまた。39位からまた読むのってなっちゃうか。カメロンさん、サトシさん、ワさん、マユさん、フリマロバカさん、サトシーさん、ワンタンさん、ビームさん、ジェットワンさん、ヒロさん、イクラさん、フッキーさん、ロベールさん、アキテツさん、鈴木一郎さん、マサさん、バロックさん、マーさん、ピースさん、ごはんつぶちゃん、タグちゃん、リノロフィーさん、ヤマちゃん、クニちゃん、ヤマさん、クニちゃん、イカタマさん、サンソンさん、フォーユー、平成天狗さん、バヤッキーさん、ロムさん、村上さん、ヘドさん、高市さん、そして本日の秋元先生枠は、はしもっちゃんち先生です。ネギショギュータさん、小人さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位は、燃えるゴミゴミの人でした。ありがとう、ゴミゴミ。第2位は、コバさんでした。コバさんも、ありがとう。そして第1位は、バリーさんでした。バリーさん、ありがとう。気をつけて、行ってきます。ありがとう。そう、19時から。ハヤトさん、ハートありがとう。バリーさん、お疲れありがとう。タワさん、コータさん、ありがとう。気をつけて行ってくるね。そしてまた帰ってきたら、またなんか TikTok 入れといてください。ミキヤくん、ハートありがとう。で、STU のぜひフォローして待っててください。それぐらいかな。お家に帰るのは多分22時半とか23時前とかだと思うので、そんぐらいだったらショールームします。では私の配信見てくれてありがとう。また後で STU チャンネルで会いましょう。チェリーさん、ハートありがとう。じゃあまた行ってきます。それでは行きますよ、せーの、えいえいおーみんな健やかに、えいえいおー、気をつけて。じゃあねー。